第4試合は IWA 世界女子選手権です。チャンピオンの井上京子選手です。さて、あっとすごい派手な衣装ですね。これは色が同じピンクでもかなり明るいピンクになりましたね。はいね、はい、どうですか、これどういう心境の変化なんですか。心境の変化、まあ一丁派手に行こうかなと思って、ただそれだけですけど。なるほど、はい、試合の方はどうですか。試合の方は自分このベルトなくなってね、なくなっちゃうともう何も ないんで、このベルトだけは絶対守っていきたいと思います。なるほどね、はい、はい、絶対勝ちます。頑張ってください、はい。そしてチャレンジャーの豊田真奈美選手です。さて相手は井上京子、まあ、因縁の対決という感じですけれども、どうですか。去年 のジャパングランプリで負けてるんで、今回は必ず借りを返します。なるほど。今日の試合に臨む意気込みは。ファンの方も自分とか井上の速い動きに注目していると思うん です、ね。井上にとにかく動きは負けないように頑張りたいと思います。なるほど、じゃあ先手先手でということですね。はい、頑張ってください。第4試合 IWA 世界女子選手権試合、60分一本勝負を行います。初めて青コーナーに挑戦者豊田真奈美選手の入場です。 IWA 世界女子選手権チャンピオン井上京子対チャレンジャー豊田真奈美。まずはチャレンジャー豊田真奈美、足早に今リングに登場です。挑戦者150パウンド豊田真奈美。やはり不安のせいテープが多くて気持ちがいいですね。いいですね、はい、また黒い水着、はい、内上さん好みの豊田選手、はい、登場しましたけども、大好きですね。そうですか、はい、僕は井上で行きます。そうですか、分かりましたね、両者、そしてチャンピオン、はい、プロレス美人の井上京子。このコスチュームがもうまさにね、絵になってますけども、ベルトを手にリングに入場です。髪をまた見ました。はい、175パウンド井上されて、まあ、自信たっぷりになってきたですよね、はい、井上京子さんなんかね。そうですね、もまだね、はい、井上京子の鼻っ柱を折ってくる選手ってなかなか現れないんですよね。そうですね、いずれ壁にぶち当たるであろう井上京子と。そう見てますか、斉藤さんは、うん、ちょっと今のところ向かうところ敵なしだしね、はい。そしてこの試合のタイトルマッチですけど、予想斉藤さんどうですか。豊田真奈美の方が、はい、技術の差、技の豊富さで勝負に挑むのか、はい、それともタイトルを取りに来る試合に出るのか、また井上の方も技のレパートリーなら私の方が上よという戦い方で行くのか、はい、それとも何が何でもベルトを守る戦いを選ぶのか、その辺でしょうね、はい。大変なテクニック合戦になると思います。そうですか、はい。そして内上さん、はい、この両者の対決というのは過去にもですね、はい、もう名勝負なんですけども、はい、今日もそれ以上の試合を期待してるファンが多いと思うんですけども、そうですね、内上さんどんなところ見たいですか。やっぱりですね、はい、井上京子選手のガッツ、あ、いきなりいきなし、豊田選手はやっぱり、はい、いつものような、はい、速い動きとですね、はい、いろんな技のキレですね、はい。で井上京子選手はやっぱりもうああいうですね、動きでかく乱と、はい、パワーで、なるほど、頑張ってほしいと思います、はい。両選手やっぱり試合を作ってるのは井上かなって感じしますね。今コロクエルダスロブ足やりましたよ。ゴング鳴って両選手ドロップキックで相打ち、コロクエルダス、そして場外に落ちた井上京子をトヨタがトペに行くのか、早くもおっと最上段から、あー、これはゴツン最上段から飛びました。本当に破天荒な怖いもの知らずの豊田真奈美ですけどもね、まあ運動神経は素晴らしいもんね、
はい、そして得意のドロップヒック、なおもこのあっとドロップヒック見せられてフライングボディアタック、カウントワン、あのね、トヨタがドロップヒック4つぐらい連チャンするでしょ、はい、僕途端に試合が嫌になっちゃう。あれ、なんで斉藤さん、うん、あれファンはやっぱ好きな人多いんですよ。そうですか、はい。いいじゃないですか、やったって15連発ぐらいやっても、いや、いいですよ、んないいですけど、斉藤さん嫌い、はい、いや、嫌いというんじゃないですけど、もっとなんかいっぱいあるしね、この選手。あ、なるほど。内上さんは好きですか。はい、あのトヨタ選手も髪長いんで好きなんですけど。何やってもいいんでしょ、まあ、髪が長いのは好き。京子ちゃんはですね、京子ちゃんとあえて言いますけど、ちゃん、はい、この間お母さんとふみ斉藤さんのおごりで、はい、ステーキ食ったんですよ。あら、それはいい思い出がつく。だからそれで急にファンになっちゃったっていう、急にファンになっちゃった結構そのミーハー的なのがいいですね、でもそういうあの出会いがやっぱり、だから京子選手も本当でもね、飯食ってて1時間半か2時間半で、ね、プロレスのこと以外一言も喋らなかったですね。そうですね、4人でね、もうプロレスのことだけで会話が成立してましたから、さすが京子さんならではの、いや、あのプロレスのジョークが通じる人たちっていいですよね。そうですね、ステーキ食べたんですか、いいですね、ステーキな夜でした。はい、試合に しょうもないこといいですね、しょうもないこといい、私は本当にそういうの嬉しいって言うんですよ、嬉しい。この IWA 世界女子選手権というのはですね、やはりまあこのですね、全日本女子プロレスの中でも 3WA 世界タイトル、そしてオールパシック、斉藤さん、位置づけが難しいですね、このベルトはね。これからのタイトルですよね、もともとこれ長与中佐の遺産なんですよね。これはそれがメドゥーサー選手の手に渡り、はい、彼女が帰った後空位になってたものを去年、はい、デビーと井上でもって、争った、決定戦でありましたね、復活チャンピオンに井上京子が輝いたという、はい、まあ、ベルトがたくさんあるとですね、はい、どれが番付でいうと上なのかって分かりにくくなりますけども、はい、どうでしょう、宇治上さん、これは UN ぐらいのベルトでしょうね、ちょうどね。そうですね、これ非常に分かりやすいですね、ユナイテッドナショナル選手権、UN って感じですね。はい、なるほど。井上京子選手は本当に真面目な選手ですよね、プロレスのことしか考えないっていうかね、24時間かなり、でも今は自信を深めてますよね、はい、自分のやってることに。この両選手はですね、まあ、ビッグなですね会場ではですね、本当に8ヶ月ぶりということの3度目の対決、過去にはですね1勝1敗ということでね、まあ、3度目の正直、このレッスルマリンピアードではタイトルもかかってるんでね、両選手とも負けられない試合なんですけども、前回はいつ、前回はですね、昨年91年のですね8月18日後楽園ホールでジャパングランプリで井上京子がですねトヨタを破って、なるほど、優勝したんですね、乗りに乗ってジャパングランプリ制覇しちゃったんですよね。なるほど、はい、その後バイソンに勝ったってことね。そうですね、1日3試合を1日3試合で勝っちゃった、はい、もう無尽蔵のスタミナ取られましたけども、このね、このモンゴリアンチョップ、そしてこのコスチューム、内上さん、はい、ひらひらがつきましたけども、これやっぱメキシコ帰りかなと思うんですけど、いいですね、このひらひら動きがね、いいですか、カレーで、好きですか、ドロップキックの打点が高いですね、はい、モンゴリアンチョップ、そしてドロップキックから両足を取っての逆エビ固め、強引に自分の体も反り返って威力倍増させますよ。なかなか効かないんですよね、トヨタ選手に逆エビやってますね、体柔らかいですからね、もう本当に柔らかいから、はい、その逆エビから逆肩エビに移行しました。体の柔らかいことではですね、全日本女子プロレスの中でも 1-2 を争うトヨタ学びですからね、これはやっぱり逆エビから逆肩エビに移行した、ここら辺はですねプロレスね、24時間プロレス系の井上京子ならではの攻めですけども、ここは自ら外して、これはこの井上選手っていうのは、はい、同じ技でもね、人と同じ入り方をするのが嫌なんで、同じロメロスペシャルでも足の入れ方を変えてあるんですよね、こうやって。これは、ね、これも、そうですね、ちょっとずつ変えてありますからね、はい、ロメロスペシャルですけどもね、自ら膝をはじめ折っておりましたね、そしてこれ威力がですね、また通常のロメロスペシャルと違いますけども、ぐいぐいと背中、足、そして首も攻めてますね、複合技です、リング中央、これトヨタきつい攻めを受けてます、試合ね開始になってる、トヨタこらえろ、そうですから、はい、これはなんかもう不安もですね、全く会場二分されてると思うんですけども、そしてラクダ固めキャメルクラッチ、割と密着戦にしてあるのかな、井上京子は。そうですね、空中戦とか、はい、スープレックスもの、回転エビものが多くなると思ったら、割と密着戦も多いようですね。そうですね、まあ、手の内は両選手ともね、もう 100% 知ってますんでね、これは片付きつけたら痛いよ、
アルゼンチンバックブリーカーに捉えて、おっとここで回転を少し入れての豪快投げ落とした。これはまさしくスタイナーブラザースのような豪快さですけども、あ、これ回してほしいですね。そして逆エビ固め、ま、しつこく背骨密着技で攻めますけども、藤上さん、はい、試合開始になって派手な空中戦がありましたけども、ここでですね、うん、密着グランドレスリングなんですけども、はい、はい、ここら辺もグランドで勝負できるっていうのは井上京子の強さですよね。そうですね、あの体重が京子選手もありますから、はい、あのグランドいい戦法ですね、はい、豊田選手の動きを止めるっていうことは、先ほど3月20日のコラケンホールではこの井上京子ブル中野とシングルマッチを行いまして、惜しくも負けましたけども、斉藤さん、はい、あの試合も本当に食い下がって井上京子実力つけてるなという試合でしたけどもね。そうですね、井上京子でもプロレスが素晴らしいことみんな分かってるから、はい、もっと今よりも今よりももっと高いものを要求したくなるんですよね。なるほど、このね、弓矢固め、ボーアンドローもですね、また一工夫ですね、井上京子。サソリ固めみたいな形で入って、はい、寝てるって感じでしょ、はい、首も締めるという、一味変えてあるんですよね、この選手の、はい、やっぱ研究熱心さがかかれますよね、まあ、本当にですね、リング美人、この言葉がね、ぴったり当てはまる井上京子、次から次へとオリジナル技を展開してます。次から次へと自分のレパートリー出そうとしてるね。はい、ちょっと防戦一方のトヨタ、ちょっと攻め受けすぎじゃないかと思います。ここでカンパーナ、これもルチャリブレ殺法、金がですね、はい、こうなるようにですね、釣り金ね、はい、カンカンと金のですね、カンパーナというんですけどもね、ここら辺もね、そしてすぐにね、カメルクラッチでまた背骨と首を締めるという、しつこい攻めを繰り返す IWA 世界女子チャンピオン井上京子、ほぼ90度に曲がってますね、はい、うん、空中殺法得意とし、ツープレックスもですね、次から次へと考案するトヨタ真奈美、ここら辺でちょっとダメージはですね、あまり多く今後に残したくない展開ですけども、京子がここでカメルクラッチをほどいて、必要に足を攻めるところで逆に抱え上げてコーナーに乗せてストマックへパンチ、豪快に投げてダウンしたトヨタを引きずり起こしてロープへ振った。これもオリジナルですね。そうですね、なんですけども、はい、投げ捨てるようにブロックバスターっぽいですけどもね、はい、はい、そしてモンゴリアンチョップをかわしたトヨタが背後からのドロップキック、ここで息を吹き返してチャンス、あー、しかしタックルをトーキックでかわしてトヨタがもう一発飛んだが、あー、これはドロップキックをかわしたとよく今日井上京子が見ていた。今の展開は新しかったですね。はい、今ヒヤリとしましたね。そして井上京子のロックダメ、トッペレベル差がなんと当たったトヨタ、これフェンスに後頭部当たったあの頭が鉄柱、あのフェンスにもろに当たりましたね。はい、すごい音がしたんですよね。このロープ2段目からのですね、トッペレベル差、これも非常に最近のプレス界では珍しいですね。ロープ2段目というとラ・ケブラーダがですね、男子マットではね、これ流行ってまして、このトヨタ真奈美もですね、ラ・ケブラーダやりますね、斉藤さん、トップロープからやりますし、2段目からもやりますけども、これも負けじらましの強い井上京子、先に空中殺法をね仕掛けましたけども、ちょっとフェンスに当たって後頭部を押さえているトヨタ、心配です。ちょっと心配ですね。内上さん、はい、今後頭部もろガシャンという音しましたね。すごい音しましたからね、ちょっと大丈夫ですかね、頭蓋骨の方ね、ちょっと心配ですよね。はい、さあリング内に戻ったトヨタを井上京子がパンチから、これは川田俊明、顔面蹴り、そしてカナディアンバックリガーからスピンを加えた、回して叩き落としてカバーに入ってカウント2。この本当に井上京子、ナイアガラドライバーに代表されるようにバックリブリカーも多種多様に持っています。ここでノーフィッシャーマンもカウント2。今のフィッシャーマン早くて綺麗でしたね。はい、ちょっとトヨタ後手後手にね
攻めがですね、どうしても井上京子ペースですけども、ここで得意のドロップキック、さあ両手を広げて、これは斉藤さんが嫌い、内上さんが好きだという、いや別に嫌いとは言ってない、嫌いそうですか、ドロップキックはダウンする前、起き上がる途中でもね、トヨタがね、ドロップキック、これやっぱあの前世時代、半兵衛さん、はい、前世時代のミルマスカラスを思い出したじゃないですか。ありがとうございます。その言葉、私は本当に拙者も大好きなミルマスカラスです。内上さん、伝説の22連発、はい、22連発超えてほしいですね、トヨタに、33連発ぐらい、これは背中に行くな、あ、お背中に、今のはヘッドパッドと見せかけて の、ね、ボディアタックですね。いやすごい異様な、異様な技でした。これはちょっとトヨタが先ほどのグランドレスリングの攻撃を、ね、はい、強引にスープレックス、これも見事なブリッジ、カウント2、もうダブルアームと見せかけて、斉藤さん脇を固めて、今のトヨタ選手もスープレックスモンに関してはこだわりが強くて、ね、はい、自分でアクセントつけてますよね、全部あの、ね、普通のダブルアームでなし、なんだかとか、はい、そうですね、ジャパニーズオーシャンとかダブル、はい、ジャパニーズオーシャンその2とかね、ここでよく井上京子も返しましたけども、まあ、ジャパニーズオーシャンからそのジャパニーズオーシャンのサイクロンというのが斉藤さん、新しく誕生しましたしね、ここら辺もそれがさっき言ったその2です、その2ですよね、はい、はいはい、この2人本当にね、バックブリーカー、スープレックス、空中殺法に至るまでオリジナル研究熱心ですね、はい、やっぱり内上さん、はい、プロレスを愛して好きなんでしょうね、やはりそうですね、両選手ともやっぱりでもそんなことはプロレスラーだと当たり前のことです、そうですね、まあセンスもいいんだと思います、そうですね、うん、よく練習する両選手ですけども、ここで井上京子が、これはリング中央でチャレンジャートヨタを逆エビ固め、逆エビ効かないんでしょうね、でも必要ですね、井上京子の逆エビ構成、逆エビってのは肩エビの方が効くんですかね、どうでしょう、これは以前から拙者は疑問に思ってるんですけど、どうでしょうね、あのおそらくですね、うん、肩エビ固めの方が、はい、広い意味では逆エビプラスアキレス腱固めだと思うんですよ、なるほど、持ち方がで、体重がかかるのは逆エビじゃないですか、はい、ここで場内のトヨタコールにね、トヨタが男は逆エビでしょうね、痛いのは、そうですか、ええ、女は肩エビ、分かんないけど、ドロップ振って、あー、またしてもドロップキックをがっちりと両足を掴んで強引に逆エビ固め、すごい反りがすごいですよね、トヨタも頑張る、おそらく逆エビっていうのは重いんですよね、持ってる方もね、だから片っぽを足生かしちゃって、はい、両手で片っぽの足をね持つという技に移行するんじゃないかなという気がします。あ、体の硬い選手でしたら逆エビも逆肩エビもその一発でギアップ取れると思うんですけどね、これぐるっと前に回るんですよ、これも珍しい前方回転のロメロスペシャル、よく考えてやってますよね、はい、これもですね、日本マットではなかなか使い手がいません、今の技なんていうの、前方のロメロスペシャルですよね、あ、はい、あのメキシコでは何人かいるんですよ、なるほど、はい、見てて楽しいですね、2人ぐらいいるんですけど、日本マットでは井上京子しかいませんよね、あ、これはよくミサイルキックをトヨタが出して、最上段に登ったトヨタがブランチャースイシーラー、先ほどの トップレベル差を返しました、あのゲブラーダとかそういうのやってほしいですね、まだ出るでしょうね、きっと浅井のような、ええ、出ると思いますよ、トップロープからのフリットのドロー、おっと逆にプランチャースイシーラがトップレベル差で返すという、いや本当に井上京子新しいこといっぱいやってくれますね、はい、全く両選手コスチュームも個性も違うんですけども、動き、そして柔軟さ、どれをとってもこうつけがたい、この両選手の IW 世界女子選手権、早くも時間は15分を過ぎました、エプロン越しのブレンバスターを狙った井上京子、バックに回ってそれをエルボーでしのいで、ジャーマン、それを組みついてエビ固め、トヨタが丸めた、監督、今も芸術的なエビ固め、
ラリアと交わしてコブラツイスト、トヨタそれをスピン投げて返した。これも珍しい返しですよ。やっぱりねコブラ、はい、コブラ今決めさせちゃうとあのグランド技に入られちゃうから、はい、ロリー切れるのいきますからね、いくでしょうね、はい、2度目のトヨタコブラツイスト、これも返した。やりたいことはね、ネタは上がってるっていうんですか、ネタは上がってるから、ファンは承知してるという、井上京子もやらすわけにいかない相葉さんね。バックへ、そしてバックランドオブラ、そして3度目のローリングクレードル。トヨタマナミも性格的にしつこいね。ぐるぐるとリング、6メートル四方のリングを回る。何回転回ってるのか。ここでカバーに入った、カウント強し。やっぱり自分の見せ場は このぐらいこだわらないとダメですよ ね、 そうですね。いやあっぱれでした。そしてなおもロープ2段目から、今度は頭からかな、頭から突っ込むバージョン、あ、これ違うか、ミサイルキック、吹っ飛ぶ井上京子。このセカンドロープものがいっぱいあるといいですね。そうですね、あのこの4つのコーナー使い分けるという、ちゃんと、なおもミサイルキックの連打です。お、サービス、今度青コーナーに登りましたよ、内上さん。伝説の22連発、マスクラスを超えるんでしょうかね、超えてほしい、今顔いきましたね、はい、前から後ろからどっからでも飛ぶことができるトヨタのミサイルキック、正面からボールを顎に入ってダウンした井上京子、覆いかぶさって、惜しい、エビ固め、カウント2。いや、この程度の打撃技では、井上京子、フォールすることは難しいと思いますね。そうですか、よくチャンピオン井上京子もカウント2で返しました。そしてこの横浜文化体育館の歓声は京子ゴールに変わりまして、トヨタがボディスラムダウンした京子にトヨタの2段目からのミサイルキックをまたしても逆肩エビ固めです。必要な逆エビ、そして逆肩エビ固め、やっぱり相手が派手な技で来るならじゃあこっちは地味でとか、そういう結構へそ曲がり的な感覚で井上京子が試合をやるとはどうですか。見応えありますけどもね。そしてこのドロップキックっていうのは非常にこの逆エビにですね捕まれてしまうという、こういうやっぱウィークポイントがあるかなと思いますね、斉藤さん。本来ミサイルキックっていうのは隙だらけの技のはずなんですよね、はい、ね、ですからあれは当たったから良いようなもの、これ外されるとやっぱり自分が落差大きいですしね、はい、ダメージは、はい、こもりますんでね、内上さん、はい、ドロップキック、ドロップキック、そして逆エビ、逆エビ、両選手の個性が本当に鮮やかに分かれてますけども、こだわりの美学っていうやつですかね。なるほど、それぞれ持ち味を出して戦っている両者ですね、はい、ここでまたしてもゴーアンドローですね、弓矢固め、しつこくグランドレスリングを仕掛けていく井上京子、どうにかトヨタの動きを止めたいということでしょうか、斉藤さん。そうかもしれませんね。しかしはスタミナではですね、両選手ともね負けず劣らずね頑張っていますんでね、なかなかこのグランドレスリングも、そして空中殺法も決定打で今一つかけますけども、ここも綺麗なブルジで返したトヨタです。なおもそれという掛け声とともに逆エビ、これはすごいよ、ちょっと、行き詰まってきましたね、すごい角度ですね、角度がすごすぎますね、箱見たくなってますね。この字型になってますね、はい、これこの字型めって言うんですよ、はい、そうですか、カタカナの子、そのままですね、スタンハンセンが菊池選手にやった、逆エビということでこの字型めってあるそうです。この字型め、そうですか、新しいネーミングができましたね。そのトヨタロッペ振って、これは1回転しての、はい、これは天才的なローリングクラッチホールド、トヨタのものですね、これは何度見てもため息が出ますね、すごすぎる、芸術品です、天才ですね、これは素晴らしすぎる。そしてトップロープに登ってのフライングボディ、膝、フライングヘッドバットですね、これを膝で返した井上京子、膝しボディープレスっていうのかな、はい、あ、回すのかな、しょうもない、ここで両足取ってジャイアントスイングです。内上さん、はい、これは見ていて私ですね、一度け引いちゃうんですけども、これですか、はい、ジャイアントスイング私嫌いなんですよ。なんで嫌いなんですか。なんか見ててこう、なんか血が痛んで引いていくなって感じしません。これやっぱ
長谷選手が今使うんですけど、昔はこの技って効くんですかね。いや、やっぱり効くと思いますよ。いや、この技はね、気持ちが良くなる。なるほど、ハイになる。これもトヨタ見事なブリッジで返しました。かける方もきついが、受ける方もきつい。ジャイアントスイング、クローバー。そしてテキサスクローバー、四つ葉固めをチョップで返して、トヨタがバックからジャーマンスプレックスホールド、カウント、ツーです。そしてトヨタがトペに行った。間髪入れずってこういうこと言うんでしょうね。本当ですね。今ジャーマンの大技あったばっかりじゃないですか。なおもダウンサー強固にトップロップがプランジャースイシーだ。この人大技のデパートなんですよね。そしてこれは内上さん、はい、トップロープラッキーマダムビュー。怖いですね。本当にトペ、そしてプランジャースイシーだ。とどめはルチャリブレ空中殺法の花形ラケブラーダをお見舞いしたトヨタ、見せてくれます。先にリング内に戻って井上京子バックが回ってるの、これはタイガースープレックスだ。ちょっと今入りが浅かったですよね。そうでしたね、はい、ちょっとスピードもなかったですね。おそらくオースイの形でしたよね、オースイで重かったんですよ、はい、井上京子、はい、そしてムーンサルトプレスだ。これは自爆なった。ここで井上京子は逆転出るのか。これはロメロスペシャルが前方で、そしてこれは持ち上げたがバランスを崩した。ロープにトヨタが逃げたぞ。先ほどの空中3連台対抗して井上京子、なんどんな技を繰り出すのか。ボディスラムポンポンって飛んじゃうんですよ、この人。いいビガル。そしてロープ最初の中のフライングエルボートップ。これも見事だ。バランスがいいですね。はい。これもしかしカウントつって返すトヨタ。本当に言葉では一瞬言ったと言いますけども、見事な。何をやってくれるのかな。さあ、これは、ナイアガルトライバーで言うのか。いや、ローリングラッチョのトヨタが返したが、これもカウントはツーだ。あとさ、うん、次の動き読めませんね。素晴らしい飛びつきの、これはフランクヘッドスタークロック、これもカウント2。一体いくつ技が出たんでしょうか。行き詰まる IWA 世界最後の最後にね、はい、大技をきちっとやった方がフォールを取るでしょうね。今回はやりすぎると雑になってくるでしょう。なるほど、コーナーへ振った井上京子、トヨタを捉えて何を出すのか。あっと危ない、危ない。これは今のスープレックスノーザナイトになったんでしょうか。カバーに入った。しかしカウントは2。危ない投げ方でしたね今。はい、ちょっと体勢、手のロックが甘かったような井上京子でしたけども、あっとカウント惜しい。これで決まらないとなると辛いですよ井上京子も。そうですね、焦りが出なければいいですけども、攻めに攻める井上京子、耐えるトヨタ、場内トヨタコールが大きい。コーナーロープやって、これバックまでジャパニーズオーシャースペース、カウントが、カウントは2だ。いやー、攻めてる方があっという間に反撃され、反撃されてる方がすぐ攻めるという、全く勝負の行方がわからないタイトルマッチです。フランクリックブリガードロップを逆にアームボンバーで落とした井上京子。今チョークスラムですね、今ね、アメリカで流行ってる、はい、なるほど、まあ、ゴーディアンボンバーから進化した技といって、そうでしょう ね、 ですね。これはジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックス、これですよ、トヨタの決まった、カウントスリー決まった。なるほど、24分36秒、ひょっとしたらトヨタの波は三冠王になっちゃったんですか。なりました。 UWA 世界タッグ、はい、UWA 世界タッグ、はい、そしてこの IWA 世界女子シングル、はい、はい、輝く三冠王トヨタマナミ、おめでとう。本当に最後の最後、ね、ジャパニーズオーシャンサイクロンスーベックス、見事にトヨタチャンピオン井上京子を破りました。
この場内のトヨタコール、皆さんも手拍手をしてほしいと思いますけども、藤上さん、はい、トヨタ最後決めてくれましたけども、どうでしたか。素晴らしい試合でしたね。はい、これでもトヨタ好きですか。もう大好きですね、はい、大好き、はい、今の技も見たかったんですよ。今日はじゃ良かったですね、はい、しかしあの負けてしまいましたけどもね、井上京子選手も本当にもう頑張りましたね、はい、そうですね、斉藤さん、いい試合でした。どちら勝ってもおかしくない試合でしたよね。いやもうそれはそうですよ。新チャンピオン豊田真奈美に上田コミッショナーから認定書が読み上げられます。あなたは横浜文化体育館で行われた IWA 国際レスリング協会並びに全日本女子プロレス協会認定の IWA 世界女子選手権試合で見事勝利をされましたので、ここにチャンピオンベルトを送り、認定書を送り、その栄誉を伝えます。平成4年8月28日全日本女子プロレス協会の上田コミッショナーから認定書が今トヨタに渡されました。トヨタの表情が本当に嬉しそうです。精魂突き果てたような。そうですね、やはりですね、最後の最後勝利の女神はトヨタ真奈美に輝きましたけども、本当にいい試合でした。今チャンピオンベルト、そしてトロフィーを手に、トヨタ真奈美、横浜の不安に応えるとこです。輝く三冠王に輝いたトヨタ真奈美、本当にいい試合、そして本当にフィニッシュホールド、ジャパニーズオーシャンサイクロンスペックス、見事に決まった。名勝負を繰り広げた IWA 世界女子選手権はチャレンジャートヨタ真奈美がチャンピオン井上京子を破りました。 IWA 世界女子選手権新チャンピオンの誕生です。トヨタ真奈美選手です、おめでとうございます。さあ真ん中へどうぞ。いや苦しい試合の中、全ての技を出し切ってのこの新チャンピオン勝ち取りましたね。さあ、うん、どうもありがとうございます。どうでした井上京子チャンピオン。自分挑戦者なんで、もっとガン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 行こうと思ってたんですけど、試合はもう井上のペースに巻き込まれちゃって、全然自分の思うようにレスリングができなかった、うん、相手のあの腰への攻めというのはかなり効きましたか。すごかったですね。ずっと手術中して、逆指とかで攻められてたんで、もうどうやって返していいかも分かんないし、うん、そしてその中で最後に見せた技、新しいスープレックスですね。そう、後楽園の時初めて出したんですけど、今日もう他のフィニッシュ、自分のフィニッシュにしてる技で全部返されちゃったんで、もうこれがダメだったらもう次取るものがないんで、出したそう、はい、ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスですね。それで見事新チャンピオンを勝ち取りました、トヨタ真奈美選手です。